今月の月刊 JFATV は、なでしこジャパンの選手たちから学ぶ子どもの頃サッカーを通して得られたもの。今年日本初の女子プロサッカーリーグ WE リーグが開幕し、多くの女子プロサッカー選手が誕生した。彼女たちがプロという夢を叶えるために歩んできた道のりとは一体どんなものなのだろうか。今回なでしこジャパンから猶本光選手、田中美奈選手、清水梨紗選手を招き、幼少時代の親の教育から海外移籍での挫折、多種多様な仲間たちとの出会いなど、彼女たちのこれまでのサッカー人生を紐解きながら、プロという夢をどのように勝ち取ってきたかを考察する。進行は内田篤人ロールモデルコーチが務めます。11月、池田太新監督のもと、なでしこジャパンは欧州遠征を行った。初戦はアイスランド代表、猶本選手と清水選手はスタメンで出場。試合序盤、日本はポゼッションで優位に立つものの、14分に先制点を許すと、71分にもカウンターからゴールを奪われてしまう。その後、なでしこジャパンはパスワークからチャンスを作るものの、ゴールを奪えず2対0で敗退。初陣を飾ることはできなかった。2戦目は主力を欠いたオランダ代表、清水選手と田中選手はスタメン出場。序盤から攻守にアグレッシブな姿勢で試合を支配するが、決定機を生かせず、スコアレスドローに終わる。フィニッシュに行く、アイデアだったり回数っていうのをもっと増やして、で実際やっぱりゴールを取るっていうところまではできてなかったので、そこはこれから見つめていかないといけないかなと思ってますね。なでしこジャパンの年内の活動はこれで終了し、来年は1月20日から始まる AFC 女子アジアカップインド2022に出場する。今回の遠征でも一緒に行動をしていたという田中選手、清水選手、猶本選手。まずはお互いの第一印象を聞いた。一番年齢下の方は誰ですか？はい、清水さん、この田中さんと猶本さんのことはどんな第一印象でした？タナピーは、タナピー、はい、タナピーですね、いいですよ、そのまま言いましょう、タナピー、はい。第一印象全然覚えてなくて、全然覚えてないです。プレースタイルとかは思い出す、もうちょっと頑張って。覚えてない。プレースタイルは今と変わらずストライカーというか、ずっとフォワードでやってて、そのサッカー面では覚えてるんですけど、なんかどんな人だったかはなんか全然覚えてないです。清水さんから見た猶本さんの第一印象。真面目。この間の遠征とか空港とかで3人で行動してることがあったんですけど、自分とかタナピーがふざけたことに対してヒカルさんが冷静に突っ込むみたいなのが、なんかこの3人の形です。田中さんの印象覚えてます？ミナは私が初めてアンダー16の、海外遠征で、行った時に、フランス行った時に初めて仲良くなった人ですね。それで目の前だったんですよ、部屋が。だからたまたま2人しかいなくて仲良くなったって感じですかね。じゃあ清水さん印象覚えてます？向こうは覚えてないって言ってますけど。ちっちゃくてめっちゃよく走る、なんかこちょこちょした走り方の子だなっていうのが印象です。で、はい、
リサはそうぐらい。そうぐらい。それぐらいやん。え、直本さんの印象はどんな感じですか？わあ、なんか16で初めて仲良くなった人とかっていい感じに言ってますけど、全然心開いてくんなくて、なんか今こんな笑うし、なんか人当たりめっちゃいいですけど、もうなんかすごい、もうなんか話しかけてこないでばりな、もう心がすごい閉じてたんですよ、めっちゃ。で、自分がめげずに話しかけたりしてんのに冷たくて、すっごい。そのフランス遠征で仲良くなった記憶はないです。どんな子供でした？もうずっと外で遊んでて、もう公園にずっといるような子供でした。あ、じゃあなんかこう家の中でゲームしたりとか、友達と遊んでみたいなことよりは外で活発な感じだったんですね。そうですね、友達と外で鬼ごっことかそういうのばっかして遊んでました。サッカーを始めたのは何歳ぐらいですか？サッカーを始めたのは小学1年生です。その時の周りの女の子たちとかっていうのもサッカーをしてたんですか？そうです、私は小学校から女子チームに入ってて、割と人数がいるクラブに入れました。田中さん、はい、小学生の時どんな性格だったか教えてください。もう活発で、なんかずっと外で遊んで、ドッジボールしたり、バスケしたり、なんか暗くなるまで公園でボール蹴ってたりとか。暗くなるまで蹴ってそうやな。勉強はどうでした？結構真面目にやってた方ですか？勉強ですか？聞き返す感じがもう怪しいけど。小学生の時真面目、まあ、とりあえずやってました。サッカーは小学生ぐらいですか、始めたの？5歳で、あの兄がいて、兄にずっとついて回ってたんで、公園で遊んでたりとか。その時ってご両親の反応みたいのは、女の子なんでちょっと怪我とか心配だなみたいなのはありました？そういう心配は一切なかったですね。もうお父さんは応援してくれてたし、お母さんもなんかそんなずっと見に来るとかはなかったけど、なんか早く帰っておいでねぐらいの感じ。じゃあ伸び伸びサッカー始めて続けてきた感じですか？はい。じゃあ直本さん、はい、小学生の時の性格やらどんな遊びをしてたか教えてください。私は缶蹴りしたり、あと冒険とか言って自転車でみんなで遠くまで行ったりとか、なんか今から山登ってくるからおにぎり作ってみたいな。すごいですね。自分で山登り行ったりとか、そういう感じでした。じゃあもう昔から訓練してたと。はい。小さいうちに体を動かすっていうのは、まあプロ選手を目指す上でではないけど大切なことなんですかね、体を動かす。そうですね、なんかいろんな動きとか、まあ経験っていうのは大事なのかなと思います。それでサッカーを始めたのはどのくらいですか？私は小学校1年生で、あの一つ上に兄がいたので兄の影響で始めました。やっぱ少年団ですか？少年団でしたね。その時に同じチームに女の子はどのくらいいたんですか？女の子は 2,3 人いたと思います。じゃあ、2,3 人でチームは作れないので、まあ、普通の男子の少年団の試合に混じったり練習したりっていう感じですね。あ、そうですね、なんか少年団に女の子が、まあ、ちらほらいてって感じでした。このご両親からのサポートっていうのが、まあ、子供の活動の中でサッカーしていく中で必要だと思うんですけども、褒めてくれるタイプですか、それともこう厳しくサッカーを続けてきた感じですか？あ、めちゃめちゃ褒められて育ってきました。大切にされてきた感じがするもん、ね、あんまり怒られた記憶はないです。あ、そう。ご両親はなんかこうスポーツやってたり、お父さんがサッカーやってたみたいなことはありました？お父さんがサッカー
ッカーをやっていて、お母さんは陸上をやっていて、私はで、まあ、サッカーのことについてあんまり親から言われた記憶はなくて、まあ、中学からはすごい怖い指導者のもとでやってたので、なんかどちらかといえば大丈夫みたいな感じで聞かれてる方が多かったです。なんかこう帰ってきて怪我してたりすると両親なんか心配されてたんじゃないんですか？そうですね、自分が怪我した時は自分以上にお母さんが落ち込むというか、まあそれはすごく感じますね。なんか泣いたりしてます。栄養面とか食事の管理とかっていうのはどうですか？練習終わってお母さんずらして作ってくれたり、お弁当とかなんかこう気遣ってくれてたなって思うことあります？練習終わってからすぐご飯を食べる環境っていうのが全然自分たちはなくて、その時に早く回復した方がいいっていうのは、まあ、小さい頃から言われてたので、おにぎりだったり軽い軽食みたいなのはいつも練習の時に持たせてもらいました。さっきからニヤニヤしてた田中さんいきます。なんかこうサッカーをやってきた中で家族に助けられたなっていう場面みたいなのありますか？まあ、お父さんは野球やってたんで、なんか基本的な本当ことと別にそのプレーのこととかでなんか口出ししては来なかったし、でも練習にはいつもついてきてくれて、まあ、サッカーに関してはお父さんが結構寄り添ってくれてて、あの土日とか試合日に連れてってくれたり、お母さんは逆にまあ無関心ではないけどあんまりサッカーのこと分かんないみたいな感じだったんで、なんかそのバランスがなんか家帰ったらお母さんが別に普通に接してくれるっていうか、サッカーの話別にしなくてもいいっていう、そのなんかバランスはすごく良かったなって、ありがたかったなと思います。じゃあ直本さん、はい、朝は早かったですか？部活朝練とかは中学高校の時はあのちょっと遠い学校に通ってたので朝練とかなかったんですけど6時起きでした。6時起き、はい、それで夜帰ってくるのがすごい遅くて11時前とかだったんで、寝る時間がちょっと少なかったかなと思います。なんかこうお弁当作ってもらったりしてました？そうですね、帰りが遅いのでお弁当を2つ持って行って朝あ昼ご飯と夜ご飯とか、あの遠い時に迎えに来てくれる時があって、その時はあの お弁当っていうか、まあ、夜ご飯を持ってきてくれて車の中で食べながら帰るみたいなことはありました。僕5時半の始発に乗ってたので毎朝4時半ぐらいにお母さんが起きてご飯、うん、お弁当作ってくれて、移動の車の中でなんか納豆食べたりとか唐揚げ作ってくれたのをすごい思い出すんですよ。なんかそういう思い出あります？これ食べるとお母さんなんか思い出すなみたいな。なんかほうれん草とベーコンのポン酢で味付けしたパスタですかね。今度JFA のみんなで食べに行こうね。それ行きたい。行きたいじゃないよ。一流アスリートって僕自立してると思うんです。サッカーもそうだし、すべてのアスリートって、両親からこう自分で考えた方がいいよって促されたようなことありますか？サッカーを通じてでもそうですけど。うちはなんか習い事する時とか辞める時とかも全部、うん、あの自分で決めてって言われてました。なんでかっていうと、なんかうまくいかないときにお母さんのせいにされると嫌だからっていう、自分の責任で決めなさいっていうのはずっと言われてました、ね。じゃあそういうのはなんかこう今になってこう自分で決断して判断してっていうことにつながると思いますか？そうですね、あの、はい、なんか自分で決めたことなんで最後までやりきるとか、まあ、そういうことにはつながってるかなと思います。ありがとうございます。清水さんどうですか、この自立ということに限って言うと
小学生子どもの時から中学生高校になるにつれ自分で選択決断しなきゃいけないことがあると思うんですけど、こう両親からそういう影響みたいな受けたことあります？そういう何かを決断するときは自分で全て決めるっていうのは、まあ、親から言われていて、まあ、その中で、まあ、悩み事だったり何か不安なことがあれば相談には乗ってくれてたので、まあ、最後決めるのは自分っていうのは、まあ、ひかるさんのところと一緒なのかなと思います。田中さんはどうですか？好きでやってたし、なんか辞めたくなったら辞めてもいいしみたいな、多分どっちにも強制はされたことなくて、で中学からは、まあ、リサと同じで怖い監督の下でずっと修行されてて、で人としてもすごく教わったし、その学校面の勉強のこともすごく見られてたんで、まあそういう自律的なことに関してはそのコーチから教わったことはが一番大きいなと思います。多様な、ね、仲間と同じチームにならなきゃいけないじゃないですか。これがサッカーチームになると性別、宗教、言語違いますから、そういう仲間とこう認め合いながらプレーしていく、心がけていることっていうのはどういうことがあるのか聞きたいです。じゃあ直本さん。私はドイツでプレーしたことがすごいなんか大きい経験だったなと思うんですけど、まあその時にこう日本で当たり前だとされていることがドイツでは当たり前じゃないし、まあ、いろんな、まあ、国の人とか文化とか価値観を持った人とこう触れ合った中で、まあ、お互いにこう尊重するっていうのはすごい大切だなってことを学んだし、なんか自分の意見が 100% 正しいっていうわけではないので、こう、まあ、相手がどう思ってるかとかお互いにこう話し合う歩み寄るっていうのはすごく大事だし、そういうのを認め合うのためにはこう話すっていうのは大事だなと思います。1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート12月編。11月27日に開幕した皇后杯 JFA 第43回全日本女子サッカー選手権大会、快進撃を見せているのが日テレ東京ヴェルディメニーナ。1回戦では1点ビハインドの中、前半43分に土方選手、後半14分には大山選手が決め、逆転勝利で1回戦を突破した。2回戦も勝ち上がり、迎えたエースハリマ・アルビオンとの3回戦。同点で迎えた後半29分に土方選手が PK を決め、勝利を収めたメニーナ。 WE リーグ、なでしこ一部のチーム以外で唯一となる4回戦進出を決めた。その4回戦からは WE リーグのクラブも登場。大会5連覇を狙う日テレ東京ヴェルディベレーザは AC 長野パルセイロレディースと対戦する。 JFA 第20回全日本 O50 サッカー大会決勝、シジュウカラクラブ東京50が後半11分、 PK のこぼれ球をキャプテンの柳井選手が押し込み、これが決勝点。日本最古のシニアサッカークラブが大会初優勝を飾った。12月7日キリンチャレンジカップ2022ウズベキスタン代表戦へ向けたサムライブルーのメンバーが発表された。国内組のみで編成される中、初招集となったのが瀬古歩選手、西尾龍也選手、小柏剛選手、荒木亮太郎選手の4名。武藤義則選手、渡辺康太選手は2019年以来の復帰となった。特に初招集の選手であったり、感覚が空いて代表の招集になった選手たちには自分たちの力を思い切って出してもらいたいと思いますし、成長しているところをたくさん見せてほしいなというふうに期待しています。12月10日 JFA 女子委員会の佐々木則夫委員長がオンラインで就任記者会見を行った。また新たにですね、日本の女子サッカーの
未来を作っていかなければいけないという、非常にこのタイミング的にはですね、急務だと僕も強く感じております。高円宮杯 JFA U18 サッカープレミアリーグのプレーオフが行われ、尚志高校と対戦した JFA アカデミー福島 U18 は PK 戦の末勝利し、6年ぶりの昇格を果たした。その他、桐生第一高校、川崎フロンターレ U18、静岡学園高校、前橋育英高校、履正社高校が昇格を決めた。新型コロナウイルスの影響で全試合を消化できなかったプレミアリーグは勝ち点平均で順位を決定。イーストは青森山田が3回目の優勝、最下位の浦和レッドダイヤモンズユースは来シーズンのプリンスリーグ降格が決まった。一方、ウエストはサンフレッチェ広島 FC ユースが3年ぶり5回目となる優勝、京都サンガ FC U18 が降格。今シーズンは10チームで戦ったプレミアリーグ、来シーズンはイースト・ウエストともに12チームに増え優勝を争うことになる。12月17日 JFA は2022年の活動スケジュールを発表。サムライブルーはFIFA ワールドカップカタール2022出場を目指し、1月中旬から活動を再開。なでしこジャパンは1月下旬から AFC 女子アジアカップインド2022に臨む。そしてフットサルやビーチサッカーなど各カテゴリーの日本代表がそれぞれの目標に向かい活動する。多くの皆様と来年も一緒に戦っていけるような、そういう代表チームでありたいと思っております。そして共に勝利の喜びを味わえたらと思います。天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会決勝、浦和レッズと大分トリニータの一戦、1対1で迎えた終了間際。この試合が浦和ラストマッチ、牧野選手のゴールで勝ち越した浦和が3大会ぶり8度目の優勝を果たした。女子サッカー日本一を決める戦い、第43回皇后杯、プロリーグ開幕後初の女王決定戦、全チームが頂点をめぐって火花を散らす。新しい時代の栄光に輝くのは果たしてどのチームだ。子供たちはね、夢持ってますけど、いろいろありますよ。運は必要ですかね。必要だと思います。なんでそう思います？自分ご自身がそうでした。中学1年生でメニーナっていうチームに入ったんですけど、まあ、そこに入るのにセレクションっていうのがあって、自分はそのセレクションの時に、まあ、全然良くなかったというか、そんなにもっと上手い選手いましたし、まあ、その中で自分が選ばれたのはちょっと運もあったのかなと思ってて、で、まあ、メニーナに入ることがその代表とかにつながっていったので、まあ、そこはちょっと運が良かったのかなっていうふうに思います。そういった運をつかむためにはどうしたらいいですかね。日頃の準備、いつ転がってくるか分かんないですもんね、チャンスっていうのはね。そうですね、沢さんがよくテレビで言ってたんですけど、お母さんにチャンスの波に乗りなさいって言われてたっていう話はなんかその通りだなって思います。チャンスの波に乗りなさい、もう内田が作った言葉かのように今後発信させていただくので。私のじゃないんですけどね。内田さんから見た女子サッカーの魅力って何なんだろうって。やっぱり僕とか日本国民はなでしこジャパンって言ったら世界一になった時の印象が強いですよね。であれって優勝したからもそうなんですけど、たとえ負けててもああいう素晴らしい戦いをして感動した試合に対してはやっぱり心動かされますから、だからそれが今回 WE リーグでプロ化されましたけど、ああいう試合、感動した心を動かされた試合っていうのを見に行ってる。
だからそのもちろんパフォーマンスとかっていうのも、優勝争い、勝ち負けギリギリな試合っていうのはもちろんそうですけど、それ以上に、なんかこう日本の女性の強さというか、ああいう心を動かされるサッカーのゲーム一試合っていうのを期待して見に行ってるんじゃないかなと思うんですけどね、僕は。それはなんかこう男子のプロっていうよりも、なんかなでしこ B リーグの方が僕はなんかこう必要とされてるんじゃないかなって気がします。負けても応援できる、そういったところかな。素晴らしいお話できたと思います。皆さんのご活躍を期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。